はい、行きましょう行きましょう。そうそう、この間ね、あれあれって言ってたやつがさ、後々よく見たらね、あっちが380馬力じゃなくて、ちっちゃい方の180馬力のやつでしたね。そうだよな、380のやつ、これバニラですもんね。そう、だからこれがね、引っかかるとかはなかったはずなんですよね、確かに。まあ最初にね、多分こっちのね、ジョンディアから溜まると思うんで、こっち待たしときましょう。はい、で、あと JCB ね。あれ？もう満タンなの？早くね？ケース IH の方でしょう。ちょっと待って待って、こっちのセットしてからね。はい、お願いします。はい、回収に行きましょう。いや、しかしここら辺の木なくなっただけでだいぶすっきりするね。しかもね、新しいルートが開拓されたんですよね。ここからほら、こういう風にね、行きやすくなりましたよね。あの狭いとこ通んなくちゃいけなかったのに。あ、そうか、枕地一周でなんでたまんだろうと思ってたけど、あれなんだわ、あの幅が12メートルあるんだな、カッターの。だから多いんですよ。あー、違う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 、そうだよ、これここをやってたけどさ、なんつうの、荷下ろし時停車を有効にしてなかったね。はいはい、行きましょう行きましょう。はい、この大きさで この大きさのカッターでさ、こっちのね、収穫やったらあっという間に終わるでしょうね、ほんと。多分ね、除草剤巻きのが時間かかんじゃねえのって思うんだよな。はい、じゃあこっちもね、次行きましょう、次。はい、お願いします。はい、もうあっちもいっぱいですね。行きましょう行きましょう。タンクそこまで大きくねえんだな、1万1000か。意外と距離離ってるから大変だね。別々のトレーラー用意した方がいいのかもね、1台でやるっていうよりも。でもさ、パワーのあるトレーラーがないんだよね、あ、トラクターが。あ、思い出した、これ2周じゃねえよな、そういえば3周ですよ、3周。はい、とりあえず出しましょう。 この間もね、結局2周でやって引っかかってね、途中から3周にしたんですもんね。最初から3周回しとけってことですよね、ほんと。いや、じゃあ3周目入っちゃってる、それまだ2周目ですから。はい、はい、とりあえずね、これを出動させましょう。これもね、300オーバーなんでね、こっちのエリアではね、貴重な300オーバーの1台ですから。まあ300オーバーって言ったって300ピタピタですけどね、確か。ああ、そうだ、思い出した。はい、でまたね、中古が1台出てきました。こちらのね、 T7 シリーズとなっております。で、馬力はね、218馬力で50キロって感じなんですけど、ただね、エンジンが375馬力まで上がるんですよね。なのでこちらをね、購入したいと思います。はい、でタイヤはね、コンチネンタルにしときましょうか。で、ワイドタイヤ。わあ、ウエイトつけらんねえんだ。メッテラー。まあ、
とりあえずウェイトつけられるってことでね、ミシュランにしときましょうか。他なんかつけられなかったんでね。はい、ワイドタイヤウェイトでカスタマイズ、ブルーパワー、やっとパワー。まあブルーパワーだとなんか変わるのかな、内装の色が変わるぐらい。でフィアットパワーにするとさらに内装の色が変わるぐらい。まあブルーパワーにしときましょうか。他だったらなんかブルーパワーとかここにロゴが入っても良さそうですけどね。これはあフェンダーですね。エクストラライトで、エクストラライトっていうのはここ上に追加されてる感じですかね。まあエクストラライトにしときましょうね。これはホーンとカーテン、まあカーテンいらないね、ノーマル、ホーンもいらない。で取り付け具が FH600、 これはウエイトだね。まあウエイトはいいとして、まあ FH ですね。はい、メインパワー、メインカラー1台ぐらいね、クロームあってメタリックあってもいいですよね、ブルーメタリック。でパーツはクローム、なあここがクロームになるのね。まあ普通にブラックでいいでしょう。はい、じゃあこちら購入したいと思います。安っ、8万ユーロだって。はい、まあさっきのねちらっとね見てもらったら分かる通り、これ1台買ってたんですよね。そういえばニューホランドの中古車ってことでね、じゃあこれでいきましょう。お、なんかすごいレスポンスがいいぞこれ。はい、内装はこんな感じですね。至ってシンプルです。はい、じゃあこっちもね続きやってみましょう。どん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 助走でいかないと。いやもう終わっちゃうじゃんこっちのキャノーラ、早いね。例えばね、うちの精油工場のひまわりがね挙動不審になってるんですよ。まあ、どういうことかっつったら、キャノーラも含めてなんですけど、なんか増えてねっつって量が。はい、お願いします。まあそれがねどういうことかっていうと、ここがほらあるじゃないですか、ほら同じ量、しかも量も増えてるんですよね、なぜか知らないけど。どういうことになってんのって言いたいんですけどね。もう本当に。なんでこんな増えたみたいな。なんかバグったのかなみたいな。そんな感じですよね。まあいいや。とりあえず荷物がいっぱいになったんでね。開けましょう、開けましょう。とりあえずこっちのがね、時間かかるんでね、こっちから行きましょうね。だからこっち、今日こっち、今回収穫したやつはね、全部新しい精油工場の方にね、突っ込みましょうね。おぉ、登ってかね、登ってかね。380馬力ですよ、一応。そろそろあれが欲しいね、運搬用に。フェントのさ、517馬力の60キロ出るやつ。違う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 。相変わらずわけのわかんねえ挙動するね。あ、これそうか、ホイールウェイトなかったんだっけこのトラクター。そういえばまあそこはしょうがないでしょうね。しかしこの車高の高さは全然問題なかったですね。はい、フィニッシュワーク、あと2箇所ですね。除草作業の方が早く終わんじゃねえなんか、除草作業が一番最後までかかんじゃねえとか言ってたけどさ、やっぱこっちの広さをなめてたね。まあいいや、まあとりあえず頼んだぞって感じですね。こっちね納品行きましょう。早速ね新しい精油工場にねぶち込みましょう。恐ろしい加速、そりゃそうだろうな、すげえ重さがあるはずだから。
ノーブレーキで行きますよ。